昼のパジャドマ、パジャドラ、お昼のパジャドラ、なんかわざわざね遠くから来てくださったりしてた方もいたし、本当にありがとうございます。福ピグさんありがとう。そう、ニテールしました。あ、ダイちゃんありがとう、なん嬉しい。ペンギン仲良くいい席楽しめた。席ね、結構いい方多かった。今日波乗りタワー、専用ギフトや、ありがとう、ありがとう。わざわざね公演のためだけにね来てくれたりね、本当にいつもいつもね、本当にそうやって来てくれてるんだと改めてね感謝の気持ちでいっぱいになりました。本当にありがとうございます。こんばんは。結構集中しました集中してくれてた、ありがとう。こんばんは。まだね夜ご飯を食べてないんです。でも今日はねなんかちゃんとしたもの食べてないんで、あんまりなんか飲み物とかなんかお弁当のちょこっとつまんだぐらいなんで、本当に全然なんかそうで、なんか作ろうと思って。ダーチさん、クロちゃんありがとう。プレゼントね、まだそうですね、でも来てたから、そう次事務所行ったら受け取ります。お家です。カメさんありがとう。なんて呼ばれてる、あーでもどうも、アイチーさんかな。サイちゃんあったんですけど遊びに来ました、ありがとう。中華バイキングいいね、行ったことない、マークイズの。自宅のキッチンからお届け中。今日はポニーテール、ポニーテールにハマってるんですやっぱり私は。なんか涼しいんでねしちゃってるよね。みーさんありがとう。 MK さんありがとう。鍵返しました、合鍵返しました。マッチさんありがとう。ポニテいいね、ポニテね、いいでしょ、結構伸びたからさ、ふわふわポニテができるです。しみちゃりさんありがとうございます。鍵かけて鍵かけて、私はあ、そうスマホかけてました。私は目撃者楽しかった、ありがとうございます、ありがとう。昨日も来てくれた人ね、みんなポニーも似合ってる、ポニーって好きです、ありがとう、嬉しい。24時間テレビチャリティー T シャツ、ああ金箱、すごい早いね、塩早高めね。花火は上がってた、だってどこどこ、ガンん何それ、ロボ。今日は MJ さん、ありがとう。今日ね
ナスとピーマンの炒めるナスとピーマンと豚肉を買ってきたので炒めて、ナスは2本あるから1本はなんかと違うやつ作ります。あ、おいっ子ちゃんと、あー可愛かったな。賢そうだけど抜けてる。え、待って、なんでもなかった。健康的、うん、昨日愛知推しになって初めて公園行きました。どうだった？博多駅で夏祭りしてて。そうなの、いいな。全然何時間睡眠とれてます。5、6時間かな。今日は全然取れてない方か。あ、でも5、6時間くらい。アイディはでも7時間、8時間寝たいんです。寝すぎかもだけど7時間、8時間は寝たい人ですね。ロングスリーパー。公園自体初めてで、でもで、もう目が追いつきませんねそうか、初めてだとやっぱそうだよね。落ち着いてみればしないか。もう一回来て、何度も来てくれたらね、慣れそうだよ風の音してたん、あ、そっか、大丈夫なのかな台風は。写真当選した方撮れますって声かけて。うわー優しいね、超優しい。花ありがとう、お花ありがとう。5時間とかだと昼前しんどいよね。そう、ショートスリーパーの人からしたら5時間なんて多すぎだって言われるかもだけど、5時間じゃ眠くなるのよ。そう、こんばんは。あいつどうするなんかなくすから。そうね、危ないね。花お花ありがとうございます。お花呼び、5時間足りない。そうだよね、20度の地元。20度いいな、めっちゃあの過ごしやすい気温だよね今日ね。でも朝すごい涼しかった。18時間寝たい気持ちわかるね。それくらいは寝たいよね。昨日楽しかった、ありがとう。結構いい席、皆さん。ズッキーさんありがとう。野中ちゃんは集まりしてる。あ、そうなんだ、新しい呼び方なんか読めそう。あいつに髪作ってつけててもらって嬉しかった。ありがとうね、嬉しい。みんな作ってきてくれるの本当に。盆踊りするから屋台何でも買ってあるわ屋台あるの、屋台出てるの。2階の部屋初めてよかったです。いや、びっくりしたわ。びっくり、びっくり、超びっくり。こんばんは。黄色い募金箱取りに行きました。お、早い。こんばんは。プレドラ公演お疲れ様だった。であと今日朝早、ちょっと早かったからね、眠かったんで家帰ってきたら夕方ね、家帰ってきてなんか寝ちゃいましたね。昼寝しちゃいました。昼じゃないけど、こんばんは。
くりできそうです。エミリーさんとさ、サイちゃんとさ、この数日間は一緒にさ いたので、なんかちょっと一人だと寂しくなるというか、そう寂しいっていうか、そうね、私一人の時間好きだったんですけど、そうなんか別に一人の時間、うん、一人の時間がむしろ好きだったんだけど、なんかね最近はなんか結構人といる方がいいっていう感覚になってる。そうほぼほぼね、サイちゃんとしか、なんか二人で人といる時間もサイちゃんが圧倒的に多いんですけど、すごくない？でもプライベートとか、まあプライベートの時間でさ、時間一緒にいるのにさえちゃんっていうのはすごくない？なんか先輩ですけど、そこまでのね関係になれると思ってなかったから、こうどっか行くとかなってもさえちゃんで、なんか結構こう複数人で集まるときは、さやちゃん、エミリーさん、みーちゃん、ななか、ひじりって一緒に集まることが多くて、そう定期的に集まってる。楽しいですね。1ヶ月後に、わお、そっか、空気感が合うじゃね、空気感合うっていうか、なんかそう波長は合うと思うし、そう、まあさえちゃんがね優しいんですけど、さえちゃんとかエミリーさんともね仲良くなれると思ってなかったんで、そのエミリーさんともさ、なんか全然さ、いつ普段話さなかったけどさ、今は楽屋とかでもさ会えたらさ話したりするし、ズッキーさんありがとう。さえちゃんにはね特にね、はい、もう助けてもらってます。さえちゃん、さえちゃんね、唯一 LINE してんのもさえちゃんだしね。でも私甘え上手じゃなかったんですよ。今でも甘え上手じゃないとは思うんだけど、私長女だから、こう見えてこう見えて長女なんで、長女ってやっぱあんまり甘えれない、親とかにも甘えれないかったりするんだよね。そう、1504ありがとうございます。そうなの、そうなの、だからグループに入ってなんか甘え方がちょっと身についたのかな、どうなんでしょう、甘える、
んまりそういうのは得意ではないんだけどね。前よりかはできるようになったかもしれないけど、うん、部活とかしてた時もなんか上下関係が厳しかったので、そういう甘えるとかはなかったんで、そういう先輩に。そう、 HKT が特殊かなとは思うけど、そう、そうですね。あと、あ、そういえば4周年記念配信はまだねしてないとは思うんですけど、今んとこちょっと仮でも、あの仮なんだけど、多分次の日曜日だと思います。9時とかニコ生が博多誕生会があるから、そう、その終わってからじゃないと多分できないので、9時からかなって感じです。そう、夜の時間なんですけど、日曜日なので、そう、まあ見れたらお願いしますって感じです。4周年、そう、まだちょっと発表してない、 SNS とかでは。また改めてツイートとかすると思うんだけど、一応ここだけの、ここだけの方に見てくれてる方だけに伝えときます。多分日曜日、あ、博多誕生会まだ言われてない、なるほど、まああるんじゃないかな日曜日です。そう、ヤシタンさんありがとう。なんで情報遅いんだろう、そんなに。もう早く公表したらいいのに、解禁したらいいのにね。とりあえず日曜日の9時予定、ここだけに言っときます。後ほど早めにねツイートはすると思うんだけど、9時ね、日曜9時。あれだよ、アバターだよ、アバターもらえるから、もらってください、アバター。ショーも誕生日おめでとう。この人は別の時間言っとく、え、誤った情報を流す、やめてください絶対に決まる。そう、9時予定かな。このアバターもあと少しかね。そうね、まあちょっとね、脱初期アバター、初期アバターしか持ってない方はぜひもらってほしいね。その日だけなのかな。いやー、でも何日間か、1週間とかだった気がするけど、ワンチャンその日だけって可能性もあるからやばいね。今日は自宅のキッチンからです。大河ドラマから続けてよ。そっか、一応そうなの。このタヌキね、すごい好きなんですけど、個人的に。そう、まあ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 、新しく追加されて損はないじゃない。別にこのタヌキが良かったらずっとタヌキでいいしさ、持ってない方はさ、まあ新しくゲットしてほしいじゃん、新しいアバターをね。そうそう、1週間ぐらい、あ、そうなんだ、まあまあまあ見れたら来てほしいなって感じです。ちょっと、うん、まあ次のアバターも結構可愛いから、うん、そう、まあゲットしてください。
絵心あるよね。意外とあるんだよ。意外と絵心あり。アバターのポイントはね、なんか今回はタヌキだけど次は違う、ちょっと着せ替え的な感じやな。たいちゃんありがとう。髪型すごい好きだ。昨日何したっけ、昨日、ああ三つ編み、三つ編みか。嬉しい。三つ編みアイルも結構好き。アバ全種持ってるけどすごいよね。結構子さんとか、もちろん今から最近好きになってくれた方とかも、まあいつかは子さんになれるからあれだけど、いつかはっていうか、なんかね、今はまだ新規かもしれないけどね。でもさ、でもめっちゃアバター持ってることによってね、結構いつからね見てくれてるかとかが分かるっちゃ分かるよね。昔から見てた、確かに昔からいたよなって思い出せはするよね。布団で寝てるアバターとかね、ドシン決まる。サマステが初めて子さんになる。死なげたらもらうの知ってたの最近。そうよね、意外と一生新規顔できた。新規顔、新規です。生誕ティーも確かに、生誕ティーと同じ感じやね。アバターも年一で作ってるから。そう、永遠の新規ですから。そうなの、新規の方がいいの。そうなの、まあでも最近気になってくれた方とかも、まあ、まあ複数名いらっしゃるよね。わりかしそうそうそう、やっぱね、いなくなる人もいれば新しく来てくれる人もいるんですね。やっぱりずっといてくれる特殊な方もいます。気になってます。気になっちゃってる、気になっちゃってる。黄色で決まる。私ピンクだったよ、一応24時間テレビの T シャツは。ファンクラブに加入したよ。おお、行動力あるね。タイミングは人それぞれ、愛知を好きって気持ちだけど、そうですね。なんかそうね、自分の立場だったらやっぱ時間じゃないなって思っちゃうけどね。自分がファンだったら、私はこんなに好きなのに推しメンのこと、そんな子さんがすごいとか思わないでって、推しメンにちょっと言いたくなる気持ちと、でも子さんもすごいやなみたいな、まあどっちもあるよね。でもその昔から見つけてた人は確かにすごい、その良さに気づいてた、いち早く気づいてた方すごいよなとか、まあ思っちゃ思うけど、そう、悪いことではないよね、そう思うのはね。別にそのどっちもモバメとチャット取ってる、はい
それはもう気になってる以上です。子さんに追いつくように頑張る。まあ知識の量とかそのね、確かにね、どんどん知ってほしいよ。もっともっとね。子さんの方は尊敬です。まあ尊敬っていう気持ちすごいなんかわかるかも。でもいい悪いはないですね。正解はないというか、いい悪いないよね。子さんでも神経もその好きになってくれたっていうのがすごいからね。うん、まあ、その人その人との思い出が大事かなとは思うから、うん、その一人一人との思い出ね。昔ってなんだろうね。私がロングの時かな、髪の毛ロングの時とか昔って言うんかな。でもさ、良さに気づくって言ってもさ、露出が少なかったか、ん？露出するところが少なかったから、そのメディアだったり外仕事だったりとかもなかった時だから仕方ないね、やっぱり。うん、今こうやっていろんなお仕事させてもらってから見つけてくれて、見つけられるようになったりしてっていう、ね、募金来ます、ありがとう。それは気になってる、超えてるね。握手会とかね、うん、確かに握手会に来てたっていう方もいるし、会うべき、出会うべきタイミングで出会ったって思って、ああいいねその言葉。その言葉いいね。そうそう、本当に一人一人との思い出あるでしょう。そりゃ渡したいファンの方全員ってわけじゃないからね。一人一人と私は向き合ってるつもり。ナスがこちらにあります。2本あるんですね。2本買ったので、そう、1本は切る、1本は切るけど、3名も結構あいつってる話を知って、やっぱ推しにいるんだなと思う。いや、にいるね、やっぱにいるんだね。花、あ、ありがとう、お花さん、ズッキーありがとう。ナスとピーマンもでかくない？ちょっとでかいでしょ、ピーマン見て、ピーマン3つ3個、こちらも、これはこれもちょっと夏だ、夏だね、夏夏やね。ピーマン大きいでしょ。愛知の顔が小さくないね、小さくないね。よし、ちょっと待って、一個ナスと切っていくよ。カードキーをさ、あのカードキーじゃない、キーケースか、キーケースをさ欲しいんですよ。キーケース、なんかさ、仮
鍵をさつけれるやつでキーケースって言うんですよね。欲しいんだよね。なんかエミケースをもらったんですけど、貸しただけっぽかったんで、ちょっと貸してもらっただけっぽかったんで、てっきりね、もうもらうとこでした私。そうだからちょっと買おうと思って、そうキーケース、キーケース、今までさキーケースなんて買ったことなかったのよ。そう、小学校の頃とかさ家の鍵なんてなくしたことなかったから、もうね、別に持ったことなかったんだよね。そう、この年になって買わなきゃかってなりましたね。お花ありがとうね。キーケース欲しい。スマートロックって何？なんかみんなさリプとかで教えてくれたんだけど、みんな詳しくてすごかった。かわいいでしょ。ブランド物とかでさ、ブランド物ってか普通にかわいいやつ欲しい。かわいいキーケースが欲しくて。スマートロックはアイドルはやめとこう。あ、そうなんですか。そっか。なんかな、あのさ、そう、欲しいっていうか本当に鍵なくしちゃうから、お家最高だね。最高だよ、お家が一番、一番最高です。何してるの？愛知料理してる。夏野菜炒めですね、これは。お、ちょっと弱めとこう。怖いね、油って怖くない？やっぱり、やっぱ慣れない油。ガスメーターやめよ。そうなんだ。隠す系ね。みんなね、隠したりしてるよね、なんか。したことないな。セキュリティ的に。マジでね、こう、そういう時本当にね、困るんだよね。もう。実家がさ、あったらいいんだけど、実家が近くにあればさ、いいんだけどさ、実家が遠いからさ、スペアキーとかさ、持ってってもらってもさ、あんまり意味ないんだよ、ちょっと。だけど気をつけるよ。ね、種がやっぱやだわ、ピーマン。メンバーに預けておく。あ、24時間テレビおめでとうってコメントが見えたね。ありがとう、めちゃくちゃ嬉しい。ね、種散らからん ピーマンの種結構嫌なんだけど、共感者もっとも。あのさ、片付けが一番嫌だからさ、やっぱ料理において。そう、ピーマン
はちょっと大きめに切った方が好きですね。私は野菜はなんか大きい方が好きかも。切るのはね、ちょっとなんか食べ応えがあるじゃない。と思って逆なんかでかすぎるっていう感じ。このピンはでかい、超でかいわ、めっちゃでかいわ。あ、うわ、先にあれ作ればよかった、失敗しました。ちょっと一回止めるわ。ナスもう一本あるから、それをトースターで焼きたいんだよね。そういえば一旦ちょっとこれだけ切っちゃうわ。そう、結構ざく切り好きだね、アイリーは。ピーマン3個も食べれるけどね。もう野菜大事だよね。でもよし、一旦ね、ちょっと一回止めてるんで、ちょっと待って、ナスをを半分にやって、初めて作るんだよこれも今日。どうなんだろう。えっ、こちら半分にしました。ここになんかのせる、ケチャップとチーズをのせるみたいな感じで、ちょっとしたピザ風ね。これ一旦温めます、電子レンジで。一旦温めて、こちらショールームのお皿ショールームのお皿ね、2個あるからね。600ワットで2分。はい、ゲイ。温めて、その後トースターだから、どうしようかな。まあ作っちゃうかな。ナス。みんなご飯は食べたかな？夜ご飯食べてくるね。いってらっしゃい。すぐできそう。すぐできちゃいそう。あ、音を楽しんでください、皆さん。音を楽しんで。野菜をいっぱい食べよう。野菜をいっぱい食べます。一旦
温めて、で、アルミホイルに入れるんです。感じてますね。ちょっとかけてもいいかな。ケチャップもあえて使わないのよ普段全然。だからなんかこういうやつ買いました。なんか小分けになってるやつ買いました。なんかさ意外と賞味期限すぐ来ちゃったりするじゃん。でこれをナスを調味料をさ、なんて言うんだろう、使わないっていうか、そう、ケチャップとマヨネーズはあんまなんか使わないね。みんな使うのかな。怖いじゃん、そういう調味料とか。だからなんか怖いから、そう塩コショウあったらまあなんか意外と何でもいける説はあるよね。だからなんかこういう配信でしかあんま調味料っていうのは使わないという意外な感じです。使い切れない。そうタレとかももうほんとちっちゃいのがいい。ミニサイズがよくて、こちらチーズをのせていきます。こちらチーズをのせて、わあこれは美味しそうですわ。絶対にこれも初めてよ私。なんかもう自己流って感じです。本当にねレシピをあんまり見ないで作るんですが毎度成功してます。はい、ちょっと待ってくださいね。今ナスのなんだろうこの名前は。うん、ちょっとナスのピザ風アレンジですね。よいしょ。これで、何分だっけな。結構焼くんだよな確か。まあこのぐらいしてきます。うん、オッケー。ちょっと。見ながらね。はい、ということで焼きましょう。
と、うん、あ、いい音してるって、聞こえますか？やばい、声が聞こえなくなりそう。音でかっ。音でかい。音がでかいのよ。一切声絶対聞こえてない。だいぶ良さそうです。もう結構おかげです。ちょっとなんかさっぱり食べたい気分なんだよね今日。なんかちょっとポン酢をかけるのありかなとは思ってきました、味付けに。夏野菜だから、あ、こんな感じでできました。夏野菜だからちょっとなんかポン酢かけても美味しそうって、さっぱり系ね、いい感じ。やっぱり野菜は大きく切るのがポイントですね。こちらピーマンとナスと豚肉のいいんですほら美味しそうでしょ。ピーマン多めですね若干。あ、ピーマンが本当に好きになったで嬉しいよ。小さい頃あんまり好きじゃなかったのよ。でももうちょっと小さい頃好きだったらよかったな。お母さんにピーマンの肉詰めとかさ、いつもなんかいやあんまり好きじゃないみたいな言ってたの。もっと作ってもらえばよかった。食べたいもん今お母さんの。こちらですね。うわ美味しそう、絶対に美味しいよ。できてるかも。はい、できてるっぽいですね。こちら。ナスって難しいけど。わあ。ちょっと。でもオーブン、あ、じゃあ電子レンジであれしたので一回加熱したので、まあ多分大丈夫だと思います。なんかピザっぽい感じの味付け、多分ケチャップとチーズだから
のショールームのお皿に置かせていただきます。こちらです。どうなんでしょう、美味しいのかっていう問題。ポン酢はこれかけよう、ピーマンの方にちょっとだけかけて、美味しいかな、ちょっとだけ食べますね。私何時から配信してたっけ、あ、写真撮っとこう。写真大事です、写真は撮ります。ちょっと背景し白の方がいい、こういうのは。むずいね、写真撮っとく。あ、どこで撮っても変わらんな、これは。アップ目で撮るからもういいや。これはね、モバメとかチャットで送ります。あ、やばい、ポートレートで撮っちゃった。全然映えない、全く映えん。よいしょ、と思います。倍より味だよね、確かに。ちょっとナスは熱そうなので一旦この炒め物から食べてみる。ちょっとだけ、あの、すいません、立った状態すいません、あの、全部は食べないので一瞬味見します。いただきます。ないはずがない、だって変なもの何にも入れてないんだもんね。そりゃまずいはずがないんですね。はい、これはどうだか、どうなんだろう、これさ、そのまま食べていく、熱そう、美味しい。え、これなんかピザの味する。ナスにちょっとマヨネーズもちょっとで、ケチャップ8割、マヨネーズ2割ぐらいで、上にチーズを
そして焼きました。おいしい、おいしい、こうやっておうちに出ました。食レポ、食レポ仕事が来たら絶対使おうとしてる、いつか。おいしい、うん、いつかね、おいしい一本で食レポ仕事乗り切ろうと思ってます。いつか来た時は絶対乗り切れない。わお、大成功では。こちらこれをね作ったので、ちょっとアニメを見ながらね、私はゆっくり一人で食べようと思います。別に寂しくはないです。ツッキーさんありがとう。そう、ピザを食べたい時とかいいかも。なんか全然ピザを感じれるよ。そういう話じゃないんだよとは思うけど、そのピザ欲を薄める、なんかピザをやっぱ食べたい時は食べたいじゃない。まあ、そうだけど、まあ全然私は今ピザめっちゃ食べたいっていうわけではないから、これで満足できる。どうしても俺は食べたいんだピザがっていう時は無理かもだけど、私はめちゃくちゃピザを感じると、ちょっと、うん、美味しいです。皆さんありがとうございます。お供していただき、料理配信をお付き合いいただきありがとう。洗い物をしたら終わろう。あ、でもお皿後で洗うから、まあ、結局後で洗うわ。ご飯できたよ。ご飯はねできました。これとこれ野菜です。野菜いいね、野菜好きでよかった。大ちゃんありがとう。皆さんありがとうございました。ではランキングを読みます。13位キムケイさん、12位タークンさん、11位エルプリメロさん、10位 MK さん、9位白川さん、8位グッピーさん、7位ナオさん、6位タートンさん、5位クロちゃん、4位ズッキーさん、3位 MJ さん、2位ホックピグさん、1位大ちゃん、ありがとう。あ、お花ありがとう。今日もありがとうございました。日曜日良い時間を過ごしください。あと数時間今何時、あ、9時なんだ。意外とありがとね。え、日曜日とか言ってた今、火曜日だよ。だってすごい曜日感覚ずれてる私2回公演だったから日曜と思っちゃった。火曜日全然。ありがとう。じゃあね皆さん、バイバーイ。